皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋孝子です。本日は料理教室を長く続けるために大切なことということについてお伝えしていきたいと思います。ビジネスとして料理教室、お菓子パン教室を開業する以上、長く続く教室を目指していきたいと思っていると思うんですね。そのためにはさまざまなポイントがあると思いますので、継続のためのポイントをご紹介していきたいと思います。まず一つ目ですね、自宅で料理教室を開業し継続していく際の注意ポイントなんですけれども、食品衛生的な内容からして、やはり食中毒の配慮というのはきちんと行っていくべきだと思うんですね。特別な許可がなくても、開業はできる分、あまりにも知識がなくてですね、そういった体調に関する部分のリスクを負ってしまうとですね、非常にその後の経営が難しくなってしまいます。だから調理道具の消毒であったりとか、あとは生徒さんの方の手洗いとかももちろんそうなんですけれども、そういったところで食中毒のリスクを軽減したりとか、あとアレルギーですね、小麦アレルギーとかパンの場合とかにはあったりとかしましたけれども、その調味料の原材料とかを引いてくる方とかも当然いらっしゃいますので、そのあたりとかにも配慮したレシピ作りとかが必要になります。あと冷凍の場合にはですね、そういった糖質制限になるので、糖の量が多いとそれだけで体調が悪くなってしまう方とかいらっしゃるので、特別な食材を使うときにはやはりその、生徒さんの属性に合った食材提供をしていくことで、お互いに理解納得した上で教室を運営していく必要があります。で、何かアレルギーのね、あれとか食中毒が発生してしまうと、教室側の方に責任が転嫁される部分が基本ありますので、きちんとしたルール決め、ルール作り、教室を出てしまった後の食物に関してはもうそこに関しては責任持てない部分はあるんですけれども、リスク管理ですね、このあたりもご自身で一人でやっていく場合には今までと違って全部自分が矢面に立つことになります。会社の場合では上司とか会社が守ってくれますけれども、ご自身で家でやられている場合にはご自身が社長になりますので、全責任を取る形になりますので、その、リスク管理っていうのを合わせてしていく必要があります。そして2つ目ですね、料理教室を継続するためのポイントということで、まずですね、常に勉強する姿勢が大切ということです。現状に、例えば現状が満席だったとしてもですね、その先を考えながらやはり運営する必要があって、ピーク時っていうのは落ちるのが通常です。その時に何もしなければ落ちていってしまうので、常にトレンドを取り入れたり新しい勉強をして自分をアップデートしている先生は飽きられることなくずっと続いています。ここが満席だからといってそれ以上何もしない方は、自然に衰退していくっていうのはよく見ている姿になりますので、積極的に勉強して新しいトレンドを入れて、で、生徒さんも循環させながら続けていく、これがやはり長く続くポイントなんじゃないのかなというふうに思ってます。あともう一点がですね、仕事自身を楽しむっていうことですね。ビジネスでやっていった場合には全てがうまくいくはずがないんですよ。うまくいかないこととか、クレームを、理不尽なクレームを受けることも当然あります。あるんですが、それは場合によってはですよ、落ち込んだり挫折することもあるかと思いますけれども、暗い気持ちのままレッスンを行うとですね、当然教室の雰囲気悪くなりますし、生徒さんに対してもお金いただいてるのに失礼ですよね。だからプロ意識を持って気持ちの切り替えはしなくてはいけないということを考える場合には、当然モチベーションは一定である、維持をすることが必要になります。なので落ち込むとか暗い絵は生徒さんには絶対見せない方がいいです。それは内部で処理をすることなので、辛いことがあっても当然楽しいこともあるわけなので、うまくマインドコントロール、自分のマインドをちゃんとコントロールして、モチベーションを維持して、で、先生自身がやはり楽しい状態を作っていると生徒さんも当然楽しくなります。それがやはり人気教師のポイントかなと思うので、感情の起伏が激しい先生のところは生徒さん離れていきますよね。なので楽しい教室作りっていう観点から考えても、先生自身がお仕事を楽しむ、そんな視点で教室運営をしていただけると長く愛される教室が続くんじゃないかなというふうに思ってますので、ご参考になさってください。それでは。